スロット2は、インテルが一部の Pentium 2G 音と一部の Pentium 3G 音で使用した330接点のエッジコネクタの物理的、電気的仕様である。最初に導入された時、スロット1の Pentium 2は、ホーム、デスクトップとローエンドの SMP 市場の Pentium と Pentium Pro プロセッサを置き換えることを意図していた。マルチプロセッサのワークステーション。 サーバーをターゲットとしていた Pentium 2G On は512から 2048KB までの L にキャッシュの選択範囲とフルスピードのオフライ L にキャッシュを除いて同じ P6 でシューツコアの後期の Pentium 2と非常によく似ていた242接点のスロット1コネクタの設計は G On のフルスピードの L にキャッシュをサポートしなかったため 330接点に拡張したコネクタが開発された。この新しいコネクタはスロット2と名付けられ、ペンティアム 2G ンと最初の2つのペンティアム 3G ンで使用された。スロット2は最終的にペンティアム3トゥーラトンで使用されたソケット370に置き換えられた。同一であるという事実にもかかわらず、一部のトゥーラトン、ペンティアム3は ペンティアム3として出荷され、一部は G オンとして出荷された。本文では、キャッシュなどの半導体メモリの容量に言及する場合、キロバイトは210バイツを表す。この記事は2008年11月1日まで GFDL バージョン1.3以降の再ライセンス規約に基づいていたフリーオン、ラインディクショナリーオブコンピューティングにある項目の資料が元になっている。 ありがとうございます。